バイオリンゴウェブマガジン DigTokyo5 戦後のハリウッドの代表作「素晴らしきかな人生」監督フランク・キャプラ。ー 第二次世界大戦後の1945年、キャプラは戦時中にアメリカ軍の映画班に所属していたウィリアム・ワイラーとジョージ・スティーブンズとともに独立系の映画制作会社リバーティ・フィルムズを立ち上げ映画制作を再開します。その第一作がそれまでのキャプラの集大成となるはずだった素晴らしきかな人生でした。しかし本作は戦争を経験したばかりの世の中にとっては感傷的すぎたせいか。 工業的には大失敗します。その結果、リバティフィルムズは47年にパラマウント映画に吸収されることとなります。後にこの作品は事務的な手違いによってパブリックドメインに開放されます。そのため、クリスマス時期になると必ずテレビで放送される定番となり、今では幅広い世代に愛されるキャプラの最高傑作とされています。黄金、監督、ジョン・ヒューストン。 同じく戦時中にアメリカ軍の映画班に所属していたヒューストンは戦後の復帰作である黄金でアカデミー賞監督賞を受賞しハリウッドの最先端にいる監督として評価されますメキシコのシエラ・マドレ山脈で一攫千金を夢見て均衡を探し求める三人のアメリカ人山シたちの葛藤を追った本作は恋愛の要素やハッピーエンドもありません 当時、ワーナーブラザーズの最大のスター俳優となっていたハンフリー・ボガートが惨めで疑い深い役柄を演じていることが話題となりました。また、この作品は当時としては珍しく撮影所ではなくロケーション撮影されたことでも知られています。冒険好きなヒューストンにとって撮影所の人工的なセット撮影では物足りなくなっていたのでしょう。サンセット大通り。監督、ビリー・ワイルダー。 オーストリア、ハンガリー帝国領、ガリツィアでユダヤ系の両親の間に生まれたワイルダーは、ベルリンで脚本家として映画界にデビューします。しかし、評価され始めたや先にアドルフ・ヒトラー率いるナチスが台頭し、ワイルダーは1933年にフランスに亡命し、翌年にはアメリカに渡りました。37年にパラマウント映画に脚本を売り込むことに成功し、 ハリウッドでシナリオライターとして活躍するようになります。第二次世界大戦中に監督としてもデビューし、フィルムノワールの傑作とされる深夜の告白、アルコール依存症の恐怖を描いた失われた週末など、エイズコードのギリギリを行くような話題作を発表しました。サイレント映画時代の大女優であった主人公が過去の栄光に固執し、 時代が変わったことを受け入れられずに葛藤するサンセット大通りもフィルムノワールドの傑作とされています。イヴの全て、監督、脚本、ジョセフ・エル・マンキーウィッツ。田舎から出てきた大物女優になることを夢見るイヴは、ブロードウェイの大女優で、キャリアの岐路に立っているマーゴの付き人となります。次第にイヴは冷酷なまでに野心的な本性を表していき、 マーゴーを踏み台にしてまでも駆け上がろうとします。本作はアメリカのエンタメ業界における女優に対する年齢差別が大きなテーマとなっています。また、戦時中は戦争に出兵した男性労働者たちに代わって女性たちが弾薬や軍事物資の生産を行っていたのに戦後になるとまた家庭的な役割を果たすように求められました。こうした当時の女性の葛藤を描いた作品でもあります。 ハリウッドの影の部分を描いたサンセット通りと、ブロードウェイの影の部分を描いたイヴのすべてが同じ年にリリースされたことはとても興味深いことです。脈棒という名の電車。監督、エリア・カザン。テネシー・ウィリアムズによる同名の戯曲を原作とした本作は、ワーナー・ブラザーズ制作でありながら、主人公4人のうち3人は演劇版の俳優をそのまま起用しました。 舞台設定には劇場版のセットを転用しており、映画会社の影響力が次第に揺らぎ始めていたことを示しています。本作は劇場版にも出演していたマーロン・ブランドの出世作として知られています。また、題名が示唆するように、物語は欲望、性欲に溺れる主人公たちの関係を描いた作品で、ヘイズ・コードの影響力も落ちつつあったことを物語っています。マヒルの血統 本作は保安官が一人で殺しや四人と立ち向かう西部劇です。主人公はそれまでの西部劇の無敵のヒーローとは違って普通の人間として描かれています。彼は共に戦ってくれる協力者を探すものの、町の住民は関わり合いを恐れて手助けをすることを拒みます。結婚式を挙げたばかりなのに、ニーマに見放されてしまい、この保安官はたった一人で四人組の 悪党と戦うこととなります。こういった内容のため、本作はハリウッドのブラックリストを批判したストーリーだと指摘する声が多くあります。実際、脚本を担当したカール・フォーマンは撮影中に赤狩りの対象となり、英国に亡命しました。雨に歌えば、監督、ジーン・ケリー、スタンリー同年・ドーネン、 サイレント映画からトーキーに移る時代のハリウッドの舞台裏を描いた本作はミュージカル映画の最高傑作の一つとされます主役も務めているケリーが土砂降りの雨の中で主題歌を歌うシーンは映画史に残る名場面として知られますまた性質が命となるサウンド映画に適応しようとする俳優の苦労や当時のマイクロフォンの性能の限界などが描かれている点でもとても興味深い作品です現在は あらかじめ録音された歌に合わせて口を動かすリップシンク、口パクは TikTok などの SNS で流行したり、アメリカのテレビの深夜のトークショーでもパフォーマンスとして定着しています。シェーン、監督、制作、ジョージ・スティーブンズ。マヒルの血統と同じように西部劇の新たなスタイルを示した傑作とされています。スティーブンズは戦前コメディタッチの商業映画の監督として知られていました。 しかし第二次世界大戦中には西部戦線の連合軍の進撃に随行し、ダッハウ強制収容所では戦争の凄惨な現実の記録撮影に従事しました。こういった体験を得て戦後のスティーブンズはシリアスなドラマを制作するようになります。本作の暴力的で激しい葛藤の描写は話題となります。 シェーンが街を去る有名なラストシーンは西部劇における無敵なヒーロー像は神話でしかないことを表しています。鳩場、監督、エリア火山。オスマン帝国、現在のトルコで暮らすギリシャ人の家庭に生まれたエリア火山は、4歳の時にアメリカに移住しました。イェール大学などで劇場を学んだ後、舞台俳優としてデビューし、その頃に一時期アメリカ共産党に入党していました。 第二次世界大戦後の赤狩りの際には、火山は自らに対する疑惑を晴らすために、会員比例活動委員会と司法取引し、共産主義思想の疑いのある友人の映画監督、俳優、劇場家、演出カラー、11人の名前を委員会に提示しました。この行為は、後の火山のキャリアに暗い影を落とすこととなります。一人の労働者が両親に目覚め、 マフィアに立ち向かって法廷で証言台に立つ様子を描いた後場には、火山の自分がやったことは正しかったという主張も込められています。理由なき犯行。監督、ニコラス・レイ。このコラムの前半でも、第二次世界大戦後に多くの中三階級の家族が都会から郊外へと移住したことについて触れましたが、 本作はカリフォルニアの郊外を舞台に、両親との確実から不良となったり、意味のない度胸試しに明け暮れる若者たちの日常を描いています。親たちは努力してアメリカンドリームを成し遂げ、快適な生活を手に入れたはずなのに、その子供たちの世代は反抗を繰り返しています。こうした当時のジェネレーションギャップをテーマにしたこの作品は、高い評価と人気を得ます。 主役のジェームズ・ディーンは本作の公開の約1ヶ月前に交通事故で亡くなり伝説の俳優となりました。創作者、監督、ジョン・フォード。戦時中に The Battle of Midway などのドキュメンタリー映画を監督したジョン・フォードは戦後、ジョン・ウェインを主役とした西部劇を多く監督したことで知られています。中でも南北戦争の後のテキサス州を舞台にした創作者はその最高傑作とされています。 アメリカの先住民に対して強い偏見を持つ主人公は、弟の一家がコマンチ族に虐殺されると、連れ去られたメイを探す旅に出かけます。しかし、男の目的は彼女を救い出すこと以上に復讐をすることでした。ようやく会えたメイが今ではコマンチ族の一員となったことを知ると、男は彼女を裏切り者として殺そうと思います。 西部劇という古典的ハリウッドのジャンルの作品でありながら、単純な完全懲悪の物語でないところに、ハリウッドの成熟が見受けられます。12人の行カれる男、監督、シドニー・ルメット。50年代のハリウッドでは、ジョン・ヒューストンやジョン・フォードがロケーション撮影の可能性を切り開いたその一方で、ほとんどの出来事が一つの部屋で繰り広げられる本作は、 脚本の面白さが全てであることを主張しているような法廷ものです。父親を殺した罪に問われた少年の裁判で、12人の審査員が判決に達するまで一室で議論する様子が描かれています。超低予算で済んだ制作費、わずか2週間ちょっとで独立系の映画会社によって制作されたことは、古典的ハリウッドのスタジオシステムの衰退を物語っているとも言えます。 日本でも、筒井康隆が12人の浮かれる男、三谷幸喜が12人の優しい日本人、というオマージ作品を制作しています。戦場にかける橋。監督、デビッドリーン。アメリカと英国の合作映画である本作は、第二次世界大戦中、タイとビルマの国境付近にあった捕虜収容所を舞台に、日本軍と英国軍の対立と交流を描いた戦争映画です。 アカデミー賞、作品賞、監督賞、脚色賞、主演男優賞など7部門を受賞しました。脚本を担当したカール・フォアマン、先日のマヒルの決闘の脚本も担当した人物です。と、マイケル・ウィルソンはハリウッドのブラックリストに載せられており、当時英国に亡命していました。そのため、二人は匿名で執筆した作品です。 二人が死去した後に、ようやくアカデミー賞の受賞が認められました。お熱いのが好き。監督、ビリー・ワイルダー。禁止法時代のアメリカを舞台にした本作は、マフィアに追われるジャズミュージシャン二人、トニー・カーティスとジャック・レモンが、シカゴから逃げ出すために女装して、女性楽団に潜り込み、マリリン・モンローが演じる女性歌手に声をしてしまうというコメディ映画です。 女装やギャンブルを描いたり、同性愛をモチーフとするなど、思い切りヘイズ・コードに触れる内容となっています。そのため本作は NPAA、アメリカ映画協会の承認なしで上映されました。しかし、この作品が大ヒットしたことで、ヘイズ・コードの威力は決定的に弱まりました。最高監督、制作、マルフレッド・ヒッチコック。 戦前、戦時中、戦後のそれぞれの時代に傑作を残した一国という監督については別のコラムで詳しく取り上げますが、彼の作品の中でも最古は最高傑作とされています。不動産会社の OL として働く主人公が恋人と結婚するために大金を持ち逃げするもののたまたま立ち寄ったモーテルで病的なマザーコンプレックスの殺人者に殺されるというストーリーの最高スリラー映画です。 当時、パラマント映画は本作の制作に消極であったため、ヒッチコックは当時プロデュースしていたテレビのミステリードラマシリーズ、ヒッチコック劇場のスタッフとテレビ用のセットを転用し、自らの制作会社を通して低予算で制作することにしました。主人公のマリオンが殺人されるシャワーシーンは、映画史に残る印象的な場面として知られています。ウエストサイド物語、監督、ロバート・ワイズ、 ジェローム・ロビンズ。本作はアメリカの作曲家レナード・バンスティンの音楽によるブロードウェイミュージカルの映画化作品です。ポーランド系アメリカ人の少年で構成されているギャングとプレルトリコ系アメリカ人のギャングが地元の広場の占有権をめぐって敵対する物語です。バンスティンは第二次世界大戦中に進歩的な政治活動に精力的に参加したことから、 政府の情報機関の監視を受け、50年代には一時、ブラックリストに載っていました。しかし、先制陳述書で共産主義者とのつながりを全面否定し、ブラックリストから名前が削除されることとなりました。かけなき目撃者。1959年の同名の小説を原作とした最高スリラー映画です。 朝鮮戦争で戦ったアメリカ軍の英雄が、実は捕虜にされている間にソビエト連邦軍に洗脳され、無意識化でアメリカの政治家を暗殺するというストーリーです。ソ連とアメリカの間の緊張が最高潮まで高まり、核戦争寸前までに達したキューバ危機の時期に公開されたため、冷戦時代のアメリカ人が抱いていたパラノイアや恐怖心を見事に捉えています。 アラバマ物語。アッパーリーによる1960年の小説を原作とした本作は、人種差別が根強く残る1930年代のアメリカ南部を舞台に、白人女性への性的暴行容疑で逮捕された黒人の青年の事件を担当する白人弁護士の葛藤を描いた法廷ものです。 アラバマ物語は黒人が直面する人種差別の現実を描いている作品として長い間アメリカの学校で教材として使われています。しかし同時にこの物語は白人弁護士の子供のナイーブな視点から描かれていることや白人の登場人物は人間として描写されているのに対して黒人の登場人物は 人種差別の被害者という薄っぺらい描写がされている点が長年問題視されています。博士の異常な愛情、または私はいかにして心配するのをやめて水爆を愛するようになったか。監督、制作、脚本、スタンリー・キューブリック。英国とアメリカの合作映画として制作された本作は、キューバ危機によってピークに達していた冷戦の緊張状態を舞台としたブラックコメディです。 精神に異常をきたした米国空軍基地の司令官が B52 戦略爆撃機にソビエト連邦への核攻撃を命令するとアメリカ大統領やその側近はそれを阻止しようとするものの結局人類の滅亡を招いてしまうというストーリーが白黒で描かれています50年代に映画監督として台頭したキューブリックはハリウッドの映画産業に嫌気がさし 1961年に米国に移住しました。そこで最初に監督した作品がアメリカとヨーロッパの文化的な違いを描いたロリータで2作目が本作でした。サウンドオフミュージック本作はナチスが台頭した1930年代のヨーロッパを舞台にしたミュージカル作品です。7人の子供たちを軍隊のように厳しくしつけるトラップ大佐とトラップ家の家庭教師となったお天場の 修道所見習いのマリアの関係を描いた実話に基づいた作品です。もちろん実話に基づいているものの大幅に内容はアレンジされており、発表当初は映画評論家はファシズムの脅威を薄めた甘すぎるハリウッドのファンタジーと批判しました。しかし本作が世界的に大ヒットし、今でも世代を超えて愛されていることを見ると、人は時にしてハリウッドに騙されたいことがわかります。 どこまでも明るいマリアとは対照的に60年代の後半になるとハリウッドの映画作品はだんだん暗い方向に進むこととなります。6エピローグ今回のコラムで見てきたように第二次世界大戦後の10年間でヘイズコードの影響力は急速に低下していきましたアメリカ政府は西ヨーロッパを ソビエト連邦の共産主義から防御し、資本主義と民主主義を定着させるために、ハリウッド映画などのアメリカ文化を積極的に西ヨーロッパに輸出しようとしました。これに対して英国、フランス、イタリアなどは、自国の映画産業の成長を守るために輸入されるハリウッド映画に制限をかけます。当時期にハリウッドのステュディオシステムが解体されると、 独立系の映画会社が台頭するようになり、時にはヘイズコードのギリギリを行くような映画作りに挑みました。また、海外からアメリカに輸入される映画作品はヘイズコードに縛られていなかったため、それまでタブーとされていたようなテーマや描写を取り入れることができました。一方で、テレビが一般家庭に普及する中、 ハリウッドはよりエッジの効いた作品を作らざるを得ない状況に追い込まれます。1952年に最高裁の判決で映画作品はアメリカ合衆国憲法修正第1条によって表現の自由が守られるという判決が下されるとヘイズコードの束縛は徐々に解かれていくこととなりました。 こういった業界内の事情に加え、60年代には社会的道徳観が大きく変わり、60年代後半にはエイズコードは完全に破棄されることとなります。その代わりに NPAA、アメリカ映画協会は、1968年に新しいレーティングシステムを導入しました。その区分としては以下の指定があります。G、一般指定。PG、成人保護者の助言や指導が適当。 pg-13、13歳未満の子供の干渉については保護者の厳重な注意が必要。r、17歳未満の干渉には保護者の同伴が必要。x、後に nc-17、17歳以下の干渉は全面的に禁止。このシステムは現在も使われており、性的描写や暴力のシーン、そして被護が特に厳しく制限されています。 近年はアメリカ国内でこのシステムに対する批判の声が増しています。このトピックに関しては2006年に発表されたドキュメンタリー映画 This Film is Not Yet Rated がおすすめです。レーティングシステムがアメリカ社会にもたらしている影響に迫ったこの作品の中ではシステムの様々な矛盾やダブルスタンダードが浮き彫りにされています。審査会は 大手映画会社と独立系の映画会社の作品に対する基準が異なったり、異性愛者を描いた作品と同性愛者を描いた作品の取り扱いが違ったり、暴力シーンに対しては比較的緩いのに、性的描写は厳しく取り締まっている点などが取り上げられています。驚くことに指定に対する構想を聞き入れる 匿名の審査会には映画制作会社や配給会社の経営者らに加え、プロテスタント系とカトリック系の聖職者もアドバイザーとして参加していることも判明します。日本は第二次世界大戦後に高度経済成長を遂げたものの、それでもいつまでたってもアメリカとは対等になれず、戦後の時代を抜け出せない遅れている国であるとよく指摘されます。 しかし映画のレーティングシステムだけを見るとアメリカこそが戦後の時代を抜け出せずにいるということが言えるのではないでしょうかユダヤ系の移民を中心に一大産業として育てられたハリウッドが未だにプロテスタンティズム的価値観に縛られていることがわかりますまた現在アメリカ各地に見られる人種間の圧力を見ると戦前の時代からあったヨーロッパからのエイリアン 移民に対する差別意識西部開拓時代に見られるアメリカの先住民に対する差別意識そしてアフリカから強制的に奴隷として連れてこられたという歴史を持つ黒人に対する差別意識が今もなお根強く残っていることがわかりますハリウッドは戦後の時代にも永久の名作を数多く世に送り出しましたがアメリカ社会そのものは B 級映画の陳腐な演出家のように 同じ舞台を堂々巡りしているのです「WWW.digTokyo.jp <々>」